インドネシアの子供たち。インドネシア文化は土着の習慣に外国からの影響を受けて長年の間に発展した。インドネシアは東アジアと中東を結ぶ古代通商航路の要衝であり、長い間の文化交流の結果、ヒンドゥー教、仏教、儒教、イスラーム教などの強い影響を受けた文化が生まれた。元々の土着文化とは全く異なる複雑な文化が、 生まれた。文化融合の例として、ジャワ島のアバンガン教に見られるイスラーム教と、ヒンドー教の融合、ロンボク島のボダ教に見られるヒンドゥー教、仏教、アニミズムの融合、とダヤク族のカハリンガンに見られるヒンドゥー教と、アニミズムの融合などがある。芸術の分野でも、このような文化融合が見られる。伝統的な人形劇のワヤンクリは、ジャワ島の村人たちの間に、 ヒンドウ教やイスラム教の布教する媒体として使われていた。ジャワやバリブヨには古代仏教やヒンドゥー王国をテーマにしたものがある。スマトラ島でも特にミナンカバウやアチェではイスラムの美術や建築様式が見られる。プンチャックシラットという武術は土着美術、音楽とスポーツが融合してできたもの。西洋文化はテレビ番組、映画。 音楽などの娯楽や政治制度に大きな影響を与えた。庶民的なインドネシアポップ音楽のダンルットは、インドのリズムにアラブやマレー民族音楽が混じり合ってできたもの。インドネシアの壁地には、まだ外国文化影響を受けずに、先住民の文化を守っている地域がある。ムンタワイ族、アスマト族、ダニ族、ダヤク族、トラジャ族などは未だに、 伝統的な衣装を着て、儀式や習慣を守っている。ジョグジャカルタのガムランの演奏者。ササンド・インドネシアには、様々な民族音楽がある。レコード会社に所属する有名な演奏者もいて、特に、ジャワ島とバリ島のガムランアンサンブルや、北スマトラ州のゴルダンと、西スマトラ州のモダンミナン音楽が有名。1960年代前半、スカルノ政権は、 西洋音楽と社交ダンス禁止命令を脱し、国民的人気ポップバンドのクスプルスは、西ジャカルタのグロド刑務所に投獄された。スカルの政権打倒後、西洋音楽の演奏禁止令は取り下げられた。クロンチョンは打楽器は使用されず、フルートとバイオリン、チェロ、ギター、ベースなどの弦楽器だけでリズムを作るのが特徴。 15世紀のポルトガル商人の音楽から発展した大衆音楽ジャンルである。現在でもモルッカ諸島のクロンチョンと北ジャカルタのトゥグ村のクロンチョントゥグには15世紀のポルトガル音楽の影響が見られる。クロンチョンは20世紀前半に流行した。ポップ音楽の影響を受けたクロンチョンはポップクロンチョンと呼ばれる。インドネシアでは様々な珍しい楽器があり。 竹で作ったアンクルーンはユネスコの無形文化遺産に登録された。ロテ島にはササンドゥという白いロンタールの葉で作ったハープのような楽器もある。一組のレゴンダンサーインドネシアの舞踊はその国家を構成する民族の多様性を反映している。オーストロネシア民族舞踊とメラネシア民族舞踊の様式が見られるが、インド、中国。 中東などのアジア近隣諸国や植民地時代の西ヨーロッパの影響も見られる。各民族には独特の舞踊があり、合計3000種類以上を数える。インドネシア舞踊の歴史は、戦士時代、ヒンドゥー、仏教時代、イスラーム時代の3つの時代に区分され、宮廷舞踊と大衆舞踊の2つのジャンルがある。インドのラーマーヤナとマハーバーラタを題材にした伝統舞踊が、 タイやバリの舞踊にも取り入れられている。ジャワ舞踊には、スラカルタ王宮を中心に発展したものと、一般大衆が独自に創作した舞踊がある。ジャワ、スンダ、バリのワヤン人形劇では、インドの神話伝説ラーマーヤナやマハーバーラタを題材して演じられる。ワヤンオランは、ワヤンクリの題材を人間が演じるもの。ジャワの伝統芸能として、 ルドゥルやクトプラという喜劇がある。スンダの喜劇はサンディワラ、ブタウィの喜劇はレノンと呼ばれる。ミナンカバウのランダイは音楽、舞踊、演劇とプンチャックシラットの要素を取り入れた総合芸術である。ミナンカバウの神話歴史と男女の物語を題材にする。ありがとうございます。